それぞれがちょうど良いご近所付き合いができる社会を作る、ご近所と題して、株式会社コネプラ、マーケティングディレクター、根本由美さんに発表いただきます。それではお願いいたします。株式会社コネプラマーケティングディレクターの根本です。私たちは創業時から自分ごととして課題に向き合うことを大切に、ユーザー体験やユーザー価値の向上に取り組んでいます。大企業発ベンチャーの立ち位置を生かして、企業のアセットを活用しつつ、ベンチャーとして他社との協業にも積極的に取り組んでいます。本日はその戦略や成果、DX、UX への取り組みについてご紹介いたします。株式会社コネプラは、人と人とのちょうど良いつながりを作り、暮らしと社会を豊かにすることをコンセプトとして、2022年4月、旭化成グループ発ベンチャーとして創業しました。マンションや地域コミュニティに特化したサービス、ご近所を展開しています。発案のきっかけです。マンションに住みながら子育てをするメンバーが多い中、例えば同じくらいの年の子を持つ方と情報交換したい、使わないけど捨てるのがもったいないものがある、など生活者の立場で課題を感じていました。自分自身もママ友作りで苦労した経験があり、直接話しかけるハードルの高さを感じていました。また育児に関するローカル情報は意外とネットに出ていないものもあり、人付き合いが苦手な人が取り残されることも課題と感じていました。これらメンバーの実体験から交流のハードルを下げ、複数のきっかけを用意することを重視し、プロダクトをデザインしていきました。ご近所はデジタルとリアルの両輪で、街やマンションでの程よいご近所付き合いができる地域社会を作ります。住民同士で情報を交換したり、物のシェアリングができるスマートフォンのアプリと、イベントの企画、開催を通じて交流のきっかけを作り、ちょうど良いつながりで住み心地を良くし、町やマンションの防災力や資産価値向上をサポートします。ご近所は登録コードを用いた認証システムを開発し、居住者だけが使える信頼空間を構築しています。代表的な機能は3つ。居住者間で情報をシェアできる情報交換、不要品のシェアリングができるお譲り、共助を促すお助けの3つです。また、理事会運営などをサポートする管理機能も付与しています。ご近所の4つの戦略についてご説明します。1つ目は、デジタルとリアルを連動させた戦略的な仕掛けの構築です。世の中にはインストールされたものの、ユーザーから使われないアプリが多くあります。私たちはデジタルとリアルを連動させることで、継続的にアクティブなサービスを開発することを狙いとしています。リアルでは、イベント開催で顔の見えるつながりのきっかけを提供し、デジタルでは利用者の自走を促し、持続可能なコミュニティ形成をサポートします。連動の一例です。無農薬野菜の共同購入に関するイベント案内をアプリから投稿し、現地でイベントを開催。その後、野菜を食べた感想をユーザーがアプリに投稿したり、購入した野菜を使った料理の写真をアプリに投稿し合ったりと、単発のイベント開催で収束しない動きに推移しています。イベントに参加できなかった方も情報を入手することができ、また、アプリ内でのコミュニケーションの活性化にもつながっていきます。2つ目は、自社でアプリを開発すること。徹底したユーザーヒアリングやデータ分析に基づき、最適な UI/UX を提供するため、自社でアプリを開発しています。特にシニアでも使えるよう、直感的に理解できる UI デザインを意識。また、UI 崩れが起きやすいシニア向け機種でも検証を実施し、改善を繰り返しています。3つ目はマネタイズ戦略です。
コミュニティ分野は一般的にはマネタイズしにくいとされ、市場に出ているコミュニティアプリも広告モデルが多く、UX を毀損する原因となっており、また事業としての継続性も難しいものとなります。当社は新築マンションにおけるシステムをディベロッパーをターゲットに展開するモデルを構築。創業初年度から一定のレベニューを確保できる体制を築きました。4つ目は大企業とベンチャーの融合です。旭化成初という強みを生かして、グループ内の様々なアセットを活用。例えばグループ内企業とパートナーを組み、実証の場を確保、収益基盤を構築しました。さらに新たなパートナー獲得の際には、大企業の信頼性を活用しました。一方、ベンチャー企業としては、スピードや柔軟性を重視。スモールチームで素早く意思決定を行い、アプリのアジャイル開発や、ディベロッパー、管理会社との連携にも積極的に取り組んでいます。私たちが達成した成果についてご説明します。設立年初の目標を採用頭数、受注金額ともに創業1年で大幅にクリアしました。また、ユーザーアンケート調査から当初の目標満足度を大幅に上回る満足度89%を獲得しています。ユーザーは現在約2600名、幅広い年代に利用されています。60代以上のユーザーも24%お使いいただいています。さらに、月間アクティブ率は導入中の9物件平均で79%を達成、ユーザーに使われるアクティブなアプリの開発を達成しています。79なんですが、まもなく80です。植物が好きなんですが、植物の情報なんかもやっぱり知りたいなっていう感じで、自分からもある程度入れるんですけど、一度間違った植物の名前で投稿したことがあるんですが、それを訂正して教えていただいたことあったり、そういうやっぱり楽しみですね。とにかくやっぱり楽しみで、毎日開けたいんですね。私は、子供のお下がり品のお渡しですとか、逆にうちがもらうっていうようなやり取りをアプリを通じてやらせてもらってます。で、子供用品のやり取りということで、同世代の子供たちがいるご家庭っていうところが近くにあるっていうことも、具体的にどこの方なのかとかも知ることができたり、少しお姉さん、お兄さんの方との交流で、気になっている保育園ですとか、小学校ですとかの話題がお話しいただけたりとかして、とてもためになっているなと思ってます。同じマンションならではの、同じところに住んでいたりとか、同じような思考を持った方と、一緒に、そういう交流が取れるっていうのは、このアプリを通じてできたことかなと思ってます。お助けという機能があるんですけども、我が家ではですね、このコロナ禍にベランピングをやろうと取り組もうと思いまして、ベランダの掃除から始まり、それから実際にタイルを敷いて、タイルのはみ出た部分をこうカットするノコギリとか、この辺りの道具が何もない中で、もしかしたら誰か持っているかもしれないので、物は試しにという気持ちで、まずは掃除道具、お助けで誰か貸してくれませんかってあげたところ、ある方から、もしよかったらどうぞというふうに気持ちよくお貸し出し、いただくことができまして、ベランダの掃除を、お借りしたものでさせていただき、で、タイルの敷き詰める中で、やっぱはみ出る部分については、ノコギリがなかったので、ノコギリも、このお助けでお借りすることができて、本当に皆さんのにいろいろお借りする中で、ベランピングもこう作ることができたりといった、本当に、ノコギリとか、わざわざ買うには大きいけれども、こう誰か少し貸してくれて助かるみたいな、そういったことをこう気兼ねなく、アプリがあるので誰かもしかしたら反応してくれるかもなんていう、こう気軽に投稿できるっていうのが、やっぱりこのお助けの機能のやっぱ魅力なのかなというふうに思っています。
まあ、ご近所を導入しようと思ったきっかけなんですけれども、まあ、初めは、理事会から住民向けの、まあ、お知らせをできればいいかなぐらいに思ってご近所を導入しました。ただいざ使ってみると全然想像もしないような使い方がたくさんあって、まあ、住民の人から、まあ、理事会にあこんなこと困ってるよみたいな声も上がってきましたし、あと一番すごいなと思ったのが住民と住民同士がなんかつながれるっていうこと、これ自身は、まあ、そんなにないんだろうなと初めは思ったんですけど、全然もう今はそれがメインになってるぐらいで、どんどん住民と住民の人たちがつながってもうコミュニティをどんどん勝手に作ってくれるようなことができたので、非常にご近所を導入できてよかったなというふうに思ってます。長谷港コミュニティ受託営業一部亀井と申します。コネプラ様の、ご近所アプリに関して新築マンションで、一緒にですね企画をさせていただいています。これから未来にわたって、マンションの皆様により良いサービスをお届けできる製品だと思っておりますので、これからも一緒に未来を作っていきたいと思います。ありがとうございます。組織についてご説明します。当社は旭化成グループ発ベンチャーですが、CTO は外部から参画しており、新たな組織体制づくりにチャレンジしています。DX、ホーム、知財などのメンバーは、旭化成の人材を活用し、例えば IP 戦略など、一般的にベンチャーが弱い部分もカバーしています。また、アプリ開発においても、コーディングの一部はオフショアを活用するなど、組織の枠にとらわれず、適材適所に、事業として最適な人員、組織体制としています。人材採用について、当社が独自にスタートしたユニークな取り組みを紹介します。一つ目は社内副業制度です。旭化成に働きかけ、社内副業制度を新たに設置。手上げ制で優秀な人材が参画できる仕組みを構築しました。二つ目は私たちの取り組みやご近所のプロダクトに共感してくれたユーザーが、副業としてコネプラに参画する仕組みです。彼らはまさにエヴァンジェリストとなり、ご近所の市場浸透に貢献しています。コネプラのビジョンについて、将来に向けた3つの主要な取り組みを紹介いたします。1つ目は情報のデータベース化です。ご近所はマンションの管理情報だけでなく、コミュニティ活動のデータベース化も推進しています。情報の蓄積という共通の財産を育み、これからの町やマンション管理の健全化、資産価値の維持向上に取り組んでいきます。二つ目はビッグデータの活用です。利用データを集約し、ユーザーニーズから興味関心を分析。例えば、マンションの設備やメンテナンスに関する顧客ニーズを分析し、適切な提案を行うことで満足度の向上につなげます。これまで居住者のニーズ調査は主にアンケートという手段で行っていましたが、これをインサイトの把握から新しい価値提案までご近所を通じて行っていきます。すでに研究機関などと取り組みを開始しています。3つ目は町、地域、自治体への展開です。現在、佐賀県にある築30年の戸建て分譲地にてトライアル運用を実施しています。60代以上のユーザーが7割利用中ですが、月間アクティブ率は8割以上。掲示板のデジタル化で朝市などのタイムリーな情報展開が可能になりました。1週間の投稿数は約100件。ニックネームと匿名の使い分けで多世代間の交流が盛んに行われています。これからの町や都市の課題を解決すべく取り組んでまいります。デジタル技術を活用して、ちょうど良いつながりを作り、日本における様々な地域のつながりの課題を解決することが私たちの使命です。ご近所はこれからも地域社会の DX、デジタル田園都市国家構想の実現に向けて取り組んでまいります。ありがとうございました。根本さん、ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。審査員の皆様、ご質問がある場合は挙手をお願いいたします。
いかがでしょうか。ありがとうございます。佐紀藤さん、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。このご近所をですね、導入して、いわゆるアプリ上のつながりは、まあ、ネット上のつながりでどんどん活性化していったと思うんですけども、これによってなんかリアルのこう付き合いというか、リアルのその、まあ、マンションごとでのなんかイベントっていうのかな、なんかそういうリアルへの影響っていうのはどんな変化がありましたかね。はい、ありがとうございます。いくつかございまして、一つはですね、やはりその物の譲り合いを通じて、例えばストライダーのような、子供が使うような、まあ三輪車みたいなものがありますけれども、お譲りを通じて、まあちょうど同じ年の子がいることが分かったご家族同士が、まあ家族ぐるみのお付き合いを始めたよ、なんていう話もありますし、またですね、まあ先ほど出ていたエヴァンジェリストでもありますけれども、まあ、自ら、そのイベントを企画してですね、来年小学校1年生に、まあ、うちの子上がるんだけれども、同じ学年の子が、いる子で、ちょっと集まりませんかというような形で、ちょっとこう、共用施設、パーティールームで、集いを、開いていただいて、まあ、そこで、やっぱりこう、一緒に学校行ったりとか、まあ、そういう、お友達ができて、親同士もつながれてよかったよという話。それからですね、最初は本当些細なことだったんですけど、ランニンググループが出て、まあ、マラソン大会に、先週、出場されたりとか、そういったこともありますけれども、きっかけは本当に一人の方がですね、自分こうやって走ってるんだけど、おすすめコース教えてくださいというような話があって、で、それに自分ここ走ってますよっていうコースを書き込んだ方がいるんですけど、じゃあ一緒に今度走りませんかっていう形で、ちょっと小さな場が出ていって、で、こんな感じで走ってるんだけど、よかったら一緒に走れませんかっていうような、まあ、メインは3、40代の男性のグループだったんですけど、そこに50代の女性の方が加わったりとか、なかなかこうリアルでやり取りすると、ちょっとつながりづらいような、まあ、世代とか、年齢を超えたですね、つながりが、まあ、できましたよというような、嬉しいご報告もいただいています。まあ、ハードルがかなり低くなりますよね。ネット上でのつながりって皆さん慣れてますし、コミュニケーションしやすいんで、それきっかけでそういうふうに広がっていくっていうのは面白いと思いますね。これもっともっと皆さんが住みやすくなっていくといいなと思いますので、はい、ありこれがからとうございもます。頑張ってください。ありがとうございます。では、ご質問いかがですか？鈴木さん、お願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。つながりが希薄になった時代にとてもいいサービスだなというふうに思います。これコネプラさん自体の、まあ、収益、ちょっとビジネスの方をお聞きしたいんですけど、実際にはもう利益化されてるもんなんですか？そうですね。収益化はしております。まあ、マネタイズとしては今、二つ、方向から、まあ、いただいてまして、一つはですね、新築のマンションのディベロッパーさん。そこに、まあ、販売の付加価値みたいな形でですね、マンションに購入していただいて、そのマンションの価値を上げていくような形で、まあ、その初期の導入費用というものをいただいています。そちらには、例えば、マンションの共用部を活用したイベント開催とか、例えば屋上のガーデンを利用して、まあ、そこで摘み取った野菜を使って、料理教室を開きましょうとか、まあ、そういったその物件の、まあ、共用スペースをですね、よりよく活用できるような提案を含んだものなんかも含まれています。もう一つはですね、メンテナンス、維持費用として、管理組合の全体管理費の方からですね、実際に居住者さんの方からいただくような形で、まあ、二つの方向から収益化をしております。今、目標でいうと、どれぐらいの、まあ、アプリ利用率っていうのかな、まあ、ユーザーを獲得するのか、差し支えない範囲で教えてほしいんですけアプリの利用率ですか？ど、利用数かな。利用数。はい。ありがとうございます。ユーザー数という意ユーザー味。数ですね。はい。はい、ありがとうございます。ユーザー数で言いますと、今ですね、マンションで言うと年間、およそ、まあ、1万人、1万人ですね、約、20棟以上の目標にしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どんどん広がれば広がるほどね、いろんな情報も入ってくるので、
いいなというふうに思います。どんどん発展するのを期待しております。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、チャット欄の方にもですね、感想と合わせてご質問も寄せられていますので、読み上げさせていただきます。まずは、ユーザーとしては希望者のみでご近所さんと一部分だけ関わりたいけど、それってわがままかなという、そんな葛藤がなくなりそうです。事業としては周期について興味がありますというご質問ありましたけれども、今お答えいただきました。ありがとうございます。そしてもう一つご質問ですが、引っ越してきたばかりでどんな人が住んでいて、年の近い子供がいる家庭があるのか、児童館の有無や地域のイベント、通わせる予定の小学校、中学校の情報など何もわからない中で、コミュニケーションを取ろうとする難しさはすごくよくわかります。なのでこういうアプリ助かります。が、インストールをお断りされるもしくはしないケースにはどう対応されているのか気になります。といったこういった、感想、まあ、ご質問、どう対応されているのかという点ですけれどもいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。私もまさにですね、今住んでいるマンション、中古で買ってですね、途中から入ってしまったので、なかなか地域の情報がなくて、まあこういうものもまさに欲しいなと思っていた、同じような課題を感じておりました。で、インストールをお断りされるケースっていうのは、まあ、あまりないというのは実態なんですけれども、お使いいただけてない方の理由としては、まあ大きくは2つあるかなと思っています。一つはですね、やはりシニア世代の方でスマートフォンをお持ちでない方、アプリのインストール自体がもうその技術的にといいますか、スキル的に少し難しい方なども おられます。で、どうしてもやっぱりスマートフォンを持ってない方に対応するの難しい面がございますので、まあ現在ですね、パソコンでも使える、ウェブ版の開発なども進めている形になります。それからもう一つはですね、コミュニティとかいいですよと。もうご近所交流とかやっぱり煩わしいからしたくないですよっていう方も、まあ少しですけれどもおられます。で、まあそういった方に向けてはですね、ある程度、まあご近所で、コミュニティ以外の部分ですね、管理機能みたいなものを付加しておりますので、まあいざという時の防災だったりとか、マンションの理事会、あるいは管理会社からの連絡、そういった、まあ必須の機能をですね、備えておりまして、まあそういったところをお使いいただくと。いう形でご案内をしております。まあ、シニアの、サポートみたいなところもですね、現地でデスクを出してですね、まあ、結構、まあ、古いアンドロイドフォンをお持ちになる方なんかもいらっしゃるんですけれども、まあ、そういった、まあ、操作の仕方からですね、お伝えして、まあ、できるだけ多くの方にお使いいただける環境を整えるというところは、頑張ってやっております。ありがとうございます。